和歌山で乾杯、ウィンズ平坂です。今日は和歌山市の吉田にあります、こちらユニークなママがいるお店なんですよ。楽しいですよ。和歌山で乾杯。今回お邪魔するのは和歌山市吉田にありますスナックジェム。店内は明るく行動的なママの趣味が感じられる写真やグッズが散りばめられています。迎えてくれたのはスナックジェムのひとみママ。今宵はどんなトークが繰り広げられるのでしょうか。ではママ、いただきます。いただきます。美味しい美味しい好きですもんね好きママ本当に、うんうん、僕のがだいぶ弱いと思うんですけど、うん、弱いそう弱そうですよねほっといて改めてになるんですけど、はい、ママがこの世界に入るきっかけって何だったんですか。ね、25歳ぐらいの時に、はい、あの専門学校行ってまして、はい、トリマーって言って、はい、犬の美容師さんの、はい、になりたくて、はいはい、でその資格がいるんで、うん、専門学校行ったんですけど、はい、その専門学校の学費が高かったんで、うん、その学費をちょっとアルバイトがてらトリマーになるための学費を稼ごうと思って、う、はい、うん、それでまあその夜にアルバイトに入ったのがきっかけですね、うん、はい、それが夜のお店だった。そうですね、友達が行ってて、うん、で紹介で入って、うんうん、そっから働いて、うん、夜はもう毎日になったんですよ。あ、そのお仕事とかアルバイトがね、もう本業になっちゃったんですよ、うんうんうん、で本業でやってたんですけど、やっぱりちょっとしんどくって、やっぱり体が、まあ、めちゃくちゃ飲んでね、うん、いや、あ、体こまあ店のためとかいう感じで売り上げ上げないと、はいはいはい、あ、そうかそうか、せやんね、体張ってバイト頑張るっていうことはお店のためにいっぱい飲んで、そう、いっぱい飲んで売り上げになるわけやもんね。そうそう、そうやわ。そうで ね、ほんで、まあ次の日は動けないぐらいの、うん、まあいつも飲んでて、うんうん、それがしんどくって、はい、うん、ほんでもう お昼の仕事にやっぱりあのか変わろうと思って、うん、はい、宅配便、はい、うん、にあの自分で車持ち込んで、うん、一軒一軒まあ回る、はい、荷物を運ぶ仕事をやってみたら、はいはいはい、それも毎月事故ばっかりして、これは合ってないわってまた挫折。ちょっと飛ばすとか慌てる。うん、なるほど、それも前向きな気持ちが裏目に出るんだ、うん、そうそうそう、早く届けないととか、少しでもね、あの何時指定とかあるじゃないですか、はいはいはい、荷物って、はいはい、だからその時間に絶対行かなっていうのが、うんうんうん、もう焦ってということは、脱輪とか、ということはですよ、うん、全部ママのその前向きな一生懸命さが、うん、あの夜のお店では飲みすぎ、飲みすぎ、体が辛い、飲みすぎで、あの次の宅配便では、うん、より早く届けようと、その前向きがが事故で、まあ、うん、それはやめた。もう閉業して、はいはい、借金だけ残って残ったんですか、車のね。そうかそうか、それ自分で持ち込みって言ってましたもんね、うん、はい、で借金を返すのにまた夜に戻ったんですよ、お店を、ね、うん、やることになったんです。そのが何年前なんですか。18年前です。2005年の2月です。そうですか、はい、ということはもうあの20代でそういう夜のお店をやったり、うん、宅配便をやったりしたんですけど、もう夜のお店の時はお客さんからご指名とか多かったんじゃないですか、うん、なんか同伴とか多くなかったですか。いや、同伴はもう一生懸命頑張ってお客さんに同伴してとか言って営業して、うんうんうん、して、うん、でも同伴してくれたお客さんやから、もうその上に お店のために餃子飲んで、餃子飲んで倒れるほど飲んで、うん、で朝、まあ、お店終わってからも飲みに行って、はいはい、朝の5時ぐらいまで飲んで、うん、で次の日そのままゴルフ行って、
それの繰り返しを1週間で5日ぐらいやったことあります。その時はね、もうね、お客さんなんかもうゴルフ誘わんといてっていう思ったぐらい。まあね、お客さんとしては良かれと思って、うん、はい、ね、うん、若かったからね、多分できたいなって、はい、いやでもそのいろいろ計算していくと大体ママのあの年なんか分かってしまうわけですけど、うん、あ38 38ね、おかしいな、うん、そうかな。そんなひとみママ、開店当時にお店を支えてくれたスタッフの思い出を話してくれました。周りの人に支えられたっていうのもあるんですよね。そうですね、あの、うん、これもね、オープンの時に、はい、あの未だにずっと一緒に働いてる女の子がいてるんですけど、はい、オープンの時に違う女の子と働く予定だったんですけど、うんうん、それがダメになったんですよ、前の日に、オープンの前の日に、ね、ドタキャン、ドタキャンがあって、はい、え一人で切り盛りせなあかん状態、いやみたいな感じで、はいはい、もうその時はもう涙涙で、はい、もうお先真っ暗やもういきなりと思って、はいはい、でまあその時にその今働いてる女の子に、はい、うん、ちょっと女の子入るまででいいから、うん、ちょっと手伝ってくれへんかなって言ったら、うん、いいよって言ってくれて、うん、いやもう助か、それで助かって、もう女の子入るまでって思ってたら18年てくれてます未だに、未だにたまたまこうドタキャンで来れへんかって、ちょっと悪いけど一日鉄道でが18年、それはすごいですねなあ、どんだけええ人まあほんま、それも感謝、ね、感謝。コマーシャルの後はひとみママが大切な友達へ送る曲を披露します。もう大丈夫しないなと泣きそうな私のそばで、いつも変わらない笑顔でささやいてくれた。まだまだまだやれるよ、だって輝いてる。時には急ぎすぎて見失うこともあるよ。仕方ない、ずっと見守っているから、笑顔でいつものように抱きしめた。あなたの笑顔に何度助けられただろう。ありがとう、ありがとう。いやなんかあのママのね、はい、思いがあの伝わりましたね、この曲。ありがとうございます。歌詞がもうそのままあのさっきから聞いてる話がズバ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 とありがとうございます、はい、入りました。ありがとうございます。ありがとうございます。スナックジェムでのひとみママとウィンズ平坂さんのトークはまだまだ続きます。次回も酔わせちゃうわよ。